冒険広場ちょっと行ってみましょうかね。ここは回ってないんかいってちょっとクレームが出てましたね。ねえ、気温は古墳回っとるんでね、ちょっと困ったもんよ。はい、な、今日回っていきましょう。へぐり町の中央公園でございます。これ冒険広場すごいね。これ長さ100メーターもないか、5、60メートルもっとあるね。7、8メートルあるかもしれないかね、滑り台。どんな滑り台になってんだこれ。わあ、これはよう滑るやつや。コロコロコロ、すごいことになってるね。5、60メートルあるのか、すごいね。冒険広場、ここは冒険広場でございます。遊具は滑り台と、あとこれか、これとあと何があんの。ああ、ブランコか。西の城跡はないんですか。ブランコはあるけど、なんか勘違いしたかね。モニュメントもないんだけど、あら、何にもないんか。あらあらあら、これはかけなかったか。広っ、こんな広かったんですか。下から流れたらね、あれがちょろっとあるかなって。冒険広場で遊具がちょっとあるぐらいかなと思ってね、上がってきたんだけど、広いですね。なんじゃ、もう10時半回ったんだね。この下に行ったら何があるのかね。何も書いてないかい。はい、なんか池があんねんけどね。階段降りて、この階段がなかなか降りるのが大変でございます。まあ、この辺はいいけどね、最初のところ何段かえらい高すぎねんて。この池すごいことなっとんねんけど、何も説明も何もないか。説明文も、説明看板もないかね。ないね。せっかくでございますからね、ちょっと降りてみましょうか。これは何の跡だ。モグラか、これ。これはね、イノシシじゃないね、モグラやね、これ。モグラの跡でございますか。すごいね、これ。ざーっと、これ、ものすごいこと掘ってんだけど。ほら、向こうまで。すごい。ちょっと中歩いて、上上がっていきましょうか。ねえ、もう色を合わせて、綺麗な壁画が。おお、綺麗綺麗。水生昆虫も魚も全然見当たらんね。いませんか。いませんね。なんか小犬も泳いでるような雰囲気じゃあるんだけどね。もういないね、何にもいないね。何にもいませんでしたか。これが北側なんだかな。北側は、あ、北側は何も掘ってないぞ。もぐらさん、ほら全然掘ってない。あれ上がるか。運動場でございます。今待ってたらね、お父さんびっくりしたんですね。この上なんですかね、これ。ここみたいな盛り上がりしてるけど関係ないが、テニスコートもあるのこと言ってなかったかね。テニスコート見当たらんの。これ野球ができるね、ここね、広いから。あ、テニスコートここじゃんだ。テニスコードと、あら、ゲートボールやってありますわ、ゲートボール。ゲートボール場でございますか。これで見たら分かんのだ。集計池、さっき言ったでもね、冒険広場、
時計塔、水飲み場、スライダー、西宮古墳、段々坂、ああ、あれがね、先へ降りるところですね。テニスコートとゲート降り場と、多目的広場、直営と、ジョギング園路。なるほど。はい、ありがとうございました。弟塚古墳、西宮古墳、それから、へぐり中央公園をね、ころっと一回回ってみました。はい、ありがとうございました。